こんにちは、フィーフィーです。IMF が中国にお手上げ状態です。中国経済が急速に悪化する中で、中国政府が効果的な対策に動けてないからです。IMF は中国経済に関して、中国国内の消費の落ち込みと、あと不動産の債務問題、そして地方政府の債務を抑えるために、すぐにでも対策に動く必要があると、 中国側に伝えました。中国国内の消費が落ち込むと、中国の中だけの問題ではなくて、その他の新興国の経済にも大きな影響を与えます。中国にこれまで依存してきた経済規模の小さい国々は、経済が大きく傾いています。まあ、そうしたことも自覚して、中国はすぐにでも対策に乗り出すようにと、IMF は そう中国に伝えているんです。中国経済に対する懸念についてはアメリカのバイデン大統領も言っています。中国は困難な経済問題を抱えているとバイデン大統領が指摘しています。特に中国の若者の失業率の上昇や経済政策の失敗といった問題で習近平主席は手が塞がっている状態だと言っていました。 もう中国政府は今の経済状況に何も打つ手がないんじゃないかと言っているんです。あとバイデン大統領はつい最近も今の中国経済はまるで次元爆弾のようだと表現していました。欧米の企業は脱中国に動いていますし。 中国は少子高齢化が加速しています。この先生産性が低下して中国の経済成長が抑えられてしまうんです。で、IMF ですが、不動産の債務問題が深刻になっていることで中国経済が急速に悪くなっているとも指摘しています。これが 消費低迷の原因になっているんです。その他 IMF は根本的な問題を解決するために構造改革をしなければ中国の経済成長率は4%を割り込む可能性があると言っています。中国政府の今年の経済成長率の目標は5%なんですね。IMF は中国にどう動くべきかアドバイスもしていて、例えば 不動産部門については、経営難の不動産開発会社を救済するより、まずえ、購入者がローンを支払い続けているマンションの建設を終わらせるために、資金を振り分ける救済措置を取る必要があると言っています。デフォルトした不動産開発会社を無理に ゾンビのように存続させることに躍起になるのではなくて、消費者の不動産部門に対する信頼を回復することが重要だと主張しているんです。 IMF は来月毎年開かれる会合の中で新たな世界経済の見通しについて発表します。そこでは各国の経済成長率が低迷しているといった内容が話されるでしょう。これはコロナがあったからどうしても仕方ないことです。多くの国はまだ経済の回復ができていなくて、新型コロナの前の経済成長率を下回っています。 その中で日本の企業の経済活動は絶好調です。あと主要国で新型コロナの前の経済成長率を回復したのはアメリカです。ただ中国経済の回復は遅れています。もうこのまま回復するかどうかも分かりません。 実は IMF だって中国に潰れてほしいなんてことは思っていません。なぜかというと中国経済があまりにも悪くなると新興国がそれに引っ張られて大変なことになるからです。韓国がまさにそれです。今韓国経済がとんでもなく悪いのは中国の経済悪化が原因だからです。 あと IMF は中国から資金がどんどん流出しているから中国政府はこうした動きを注意深く監視する必要があるとも指摘していますこれまでにないほど中国株が売られまくっているし人民減安も続いているんですでは中国政府は本来ならどう動けばいいのか IMF は今すぐにでも不動産部門の 不良債権処理に着手するべきだと言っていますそうでもしないと金融機関に大きなリスクになるからなんですえ中国の経済や財政は不動産への依存度がとても高いんです例えば不動産用の鉄骨の需要は全体の3割にもなりますえ不動産分野に頼って成長してきた企業が多いんですあと地方政府は 不動産開発会社に土地の使用権を売ることで収入を得て、これまで財政が潤ってきました。こうした不動産関連の収入は、地方の税収を上回る規模だったんですが、今は不動産バブルの崩壊で、逆に地方政府が財政難に陥っています。 IMF は今とにかく不動産部門の不良再建処理だけではなくて、人民の生活を支えるために社会保障システムを充実させることに専念するべきだと言っています。家計に対する将来への不安を和らげて、貯蓄を消費に振り向けやすくすれば、景気は回復するということです。 これ、このチャンネルでずっと指摘してきたことと全く同じことを IMF は言っています。また、国有企業と民間企業で公平に競争できる環境も必要だとしています。生産性が低い国有企業への依存を高めると、先進国との間で生産性の格差が広がってしまうからです。 中国がかつてのような国有企業に依存してきた経済構造に戻っていこうとしていることに間違っていると IMF は言っているわけです。中国はそんな中で金融緩和に動いていたり、経済原理の逆を言っています。消費が上がらない中で金融緩和に動けば物価が下がってデフレに突入します。 中国の中央銀行は追加で金融緩和を発表しました。専門家の中にはすでに中国はデフレに入ったと見る人もいますが、まあ、中国政府はそんなことはない。年末までに中国経済は回復すると言い張っています。ただ、中国政府は内心穏やかではないはずです。 アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは中国政府が9月19日からニューヨークで始まる国連総会の一般討論に国家副主席を派遣する予定だと伝えました本来来るはずの中国の外交トップの王毅共産党政治局員兼外相は欠席する見通しなんです実は習近平主席もインドで開かれた G20 サミットを欠席しています バイデン大統領は G20 に習近平主席が来なかったことに、経済のことについてどうなっているか話してもらいたかったのになぁと残念がっていましたけど、これ習近平自身が今の現状を説明しにくい状況にあることを分かった上での発言なんです。今年11月にはサンフランシスコで APEC が行われます。 アメリカ側としてはそのタイミングで米中首脳会談を行いたいと報じられていましたが、習近平主席が今アメリカにまで行くかどうかわかりません。もうことごとく経済政策に失敗して、世界経済に悪影響を振りまいていますから、バイデン大統領に会いづらくなっているんでしょう。まあ、無理やり第3期続投した習近平主席ですが、何の功績もないんです。 最後に中国の不動産バブル崩壊を日本のかつてのバブル崩壊と重ねて、まるで同じことが起きているかのように語る人がいますが、全然全く性質が違いますし、その規模も違いますから、同じに語ってはいけません。 日本もバブルの時は大変だったんですけど、日本の不良債権は100兆円レベルでしたえ。中国の場合、不動産の1社だけで40兆円くらい、もう1社加えると60兆円レベルですから、もう全部合わせると何百兆円レベルになるんです。しかもその不良債権の中身も悪いんです。まあ、あとは中国の不動産バブルは、 不正と汚職で規模がとんでもなく膨れ上がっていったんです。まあ日本のように自然に価格がつり上がってバブルになったわけではありません。地方政府が儲けたくて不動産開発会社と一緒になって需要もないのにどんどん不動産開発を進めていったんです。今そのツけが不良債権となって重くのしかかっています。地方政府の下には融資兵大というファンドがあります。 でここが抱えている負債総額は約1800兆円とも言われていますえ。官民全部合わせるともう3000兆円ぐらいの負債総額になるんです。あと何がまずいって、中国は基本的に破産させないんですね。 でもゾンビのように無理やり生かしていても実際にはどうなっているかわからないからこんな企業とは取引したくないですよね。こうした会社を存続させておく意味がないんです。そんなことをするくらいなら IMF も言っていたように不良再建処理に速やかに動くべきです。ただこれまでの中国のように全部まあ政府が 支えることは難しいですだから民間企業に対しては救済を諦めて破産させるのでしょうそして大手の国有企業は大きな問題が出たら公的資金を出してもう何とかごまかしてやっていくんですもう不良債権の規模が大きすぎて中国政府はお手上げ状態ですこれが今中国政府がやっている不動産問題への対応策なんでしょう さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィフィーチャンネルの登録もお願いします。